今日県内では新たに三千百四十一人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。新たな感染者三千百四十一人のうち、浜松市が七百十八人、静岡市が五百二十七人となっています。その他の市や町の合計が千八百九十六人となっています。県全体で新たに二人の死亡が確認されました。 1>, 1日あたりの感染者数は、先週土曜日より482人多く、5日連続で前の週を上回っています。県は、新型コロナとの同時流行が懸念されるインフルエンザについて、早ければ年内に流行する可能性があると注意を呼びかけています。